どうもどうも、皆さんこんばんはでございます。なんとですね、最後に髪の毛を染めてからもう1ヶ月以上経ってる。でも染めに行くね時間がなくて、新曲初披露まで髪の毛染めれないっていう非常事態。こんなに髪を染めてない日々久しぶりや。でも昨日今日とね、ちょっと私体調が悪くて、そうでもなんかね、そう昨日今日は休みだったから、明日からハードだから休もうって思って、昨日今日そうで休んで、まあ、明日朝行こうかなと思ったんだけど、まあちょっと休もうって思って。来週月曜日台風来るみたい。本当ですか？来週月曜、え？カウントダウン TV じゃないですか。日曜日の頑張ってできるか心配ですって。え、やばいですね。週末から台風の影響、日曜日はできそうな気がするだって。え、じゃあ飛行機とか新幹線とかも止まっちゃう系かな。もしかして今は2つ来てる。可能性あり。マジ。何日がやばいんだろう。今の予想だと14。14の午後。14に披露なのに。台風嫌ですね。沖縄は飛行機運休。14の20時。ちょうど昼頃じゃない？夜。美容院行きたいな。急に。美容院行きたいな。
何色にするのって、いや、なんか何色にしたいとかはないんですけど、ちょっと染めたいですね。何でも染めて、染めたい。なんで染めたいのだって。いや、なんか色落ちしてるあの色だから。そう、染めたいですね。金髪さんでもいいよ。金髪したいですね。でも今の AKB は結構厳しくて、髪型とか髪色とか、なんか事前に言ってあの OK がもらえないと、その髪にできなくて、音楽番組とかもいつもあの髪決められているから、そう、どの髪型するとか髪飾りはこれとか決まってるから、自分の自由にはできなくて、そう、いや結構元彼ですぐらいからかな。前から音楽番組出るときは、新曲披露のときは決まってるけど、なんか昔の曲とか過去の曲とかは、まあ、自由ほぼ、だからどうしても君が好きだのときは私はエクステをねつけてほしいって言われたから、ずっと結構ロングだった、そう、エクステつけてくださいって言われた、あ、エクステ経費で、経費じゃなかった、なんか経費でいけるのかなって思ったけど、まあ、自腹でした。そう。あやなに言うとくだって。いや、なんかキビーな、違う、なんかそうなんですよ。ヘアメイクさんに曰くこれは経費でいけるよみたいな感じ言われたけど、マネージャーさんが、マネージャーさんに渡したらなんか、どうですかねみたいな、ちょっと確認しますって言って領収書持ってって、そのまんま聞いてみよう、あれどうなりましたかって。
聞いてみます。でもエクステってめっちゃ高いんですよ。だからそう、エクステはめっちゃ高い。YK 頑張って、 YK 関係ないです、 AKB の仕事だから X では自分で撮ってます。シールだからこうやって剥がしたら撮れる、鎖骨がいい。 ありがとうございます。もうやばいです私、こうやってやったらマジでここにね水たまる、ここ。みんなはどうですか？たまりません。膝に水たまる。あら、うん、日焼け対策してますね。だって日焼け対策はでもちゃんと日焼け止め塗ってます。日焼け止めは塗らせていただいております。うん。外歩くときサングラスしますか？しない。でもこの前は一回してみた。でもサングラスしてみたけど帽子かぶってたからあんまり影になってて意味なかった。
サングラス持ってるんだと思ってます。なんかもらいました、ファンの方がくれたり、あと、まあ、買ってはないね、まあ、くれたり、ファンの方からプレゼントでいただいたり、まあ、いただいたものですかね、うん、自分ではちょっと買えない、うん、うん、でかいサンバイザーマジおすすめだって。でかいサンバイザーサンバイザー、ああ了解。なんで日よけにうん、サンバイザーか、あ、これ後ろのやつサンバイザー、これサンバイザー、プレゼントは何もらうことが多い。だってプレゼントはでも T シャツとか、なんか歌舞伎にゃん太郎のグッズとかお手紙とかが多いですかね。うん、何だと嬉しいですか、何が嬉しいですかって、いや何でも嬉しいですし、そう何でもありがたく、もう持ち帰ってここが真っ赤になるぐらい紙袋をこうやって持ち帰ってますいつも、うん、本当は美味しいものとかあげたいだって美味しいものありがとうございます。じゃあ美味しいもの、あの教えてくれたら自分で食べに行きますお手紙もめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。お手紙の中に行くだけ、ね、大丈夫ですよ、もうほんとお手紙だけもまたありがたいです。たまごっちどうなりました。たまごっちちゃんとやってます。今日もずっとやってました。でも最近はあれが欲しい、あれが欲しい
れ欲しいっていうか、あれをね探してます。欲しいっていうか教えてほしい、あの可愛い AirPods Pro のケースがあったら教えてほしい、自分で買うんで。これが可愛いよっていうのがあったら教えてください。探してるんです最近いいやつ、うん、俺も欲しい、教えて欲しいだって。おう、じゃあいいのがあったら共有しますね。そう、ありそうでないよね可愛いやつだって。そう、なんかいっぱい世の中にいっぱいあるけど、そう、なんかこれっていったものがね、まだちょっと今まで使ってたやつがね、ちょっと切れちゃって壊れちゃって、ゴム製のやつだったんだけど、でそれがなくなってからずっと裸で使ってるんですよ AirPods Pro で。ずっと探してていいなと思うケースでも、なんかなかなかなくて、うん、オーダーメイド、あね、それも考えた、ケースティファイで。ガチャガチャのカプセルに入れておく、え、バッグパンパンになっちゃうじゃん、あのガチャガチャのカプセルに入れたバッグパンパンになっちゃいますよね。また公演でお会いしたいでござる。あら嬉しいわ、ね、でも通常公演に出る予定がねなかなかあるのかなみたいな。結構こっからさ見送る側っていうか見送る感じが多分多くなるのかなって思うから、通常公演がに出る予定がなかなかねあれなので、僕の太陽公園出てほしいだって。そう、この前ね僕の太陽公園のスタッフさんに僕の太陽公園出たいですって言って、そう、わかりましたって言われたけど、僕の太陽公園の予定に、これから先の予定に私の名前がなくて全然。でもそう、僕の太陽公園がある日に多分違うのが入ってるから出れないってことだと思うんですけど、うん、だからね僕の太陽公園に出る予定がマジでないの、うん、うん、僕の太陽公園出たいですね。で、公園にねたくさん出たいなとは思ってますよ。思ってます。てか出たいです。
中華街から中継。え、有吉の壁見たい。見よう。みんなも見ましょう、有吉の壁。じゃあ皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。じゃあ今日の配信はこれで終わりたいと思います。見てくれてありがとう。終わり方ってきた、すいません。じゃあ最後におランキング読みます。いきます。13位 M、 12位ドッサン圧倒だし、11位カホ、10位ハードな岩圧倒だし、9位ネコチャンバラ圧倒だし、8位マッタ、7位幻、6位ファデル、5位ヒロノリ、4位クマティ、3位ひとくまさとる、2位マッカーシー圧倒だし、そして1位はマー圧倒おだし。ありがとう。ということで皆さん、本日の配信見てくれてありがとうございました。またねー。